はい、今回はトランプの件とまあ日本国民についてということで、えー、ちょっと考えてお話していきます。トランプの件のですね前日に謎の動きを見せたんですね。それとまあ日本国民に何が求められているのかっていうことをまあ僕なりに、えー、まあ、お伝えしていこうと思います。あのトランプの件がですねまあ仕組まれたまあ茶番であるっていう話をしたんですが、まあ、誰が仕組んだのかっていうまあ話でまあ今回ちょっとこのようにお伝えしてみようと思うんですが。 まあ日本にも主人がいるわけですそね、宗、ま、主、あ、国、米というか、まあ、日本の主人と、まあ、アメリカにも主人がいて、まあ、同じといえば同じなんですが、まあ、通称、D の S って言われてるものなんですが、ちょっと言い方がです、ね、分かりづらいんで、軍産複合体っていいます、西側をです、ねえー、牛耳ってる、その軍産複合体、それがです、ね、今回のこのトランプの件を仕組んだと考えます、そう考えると、辻褄が合うところもありますし、えー、難しいところもあるんですよね。 でその軍産複合体っていうのは、巨大企業にも、ね、なんていうのかな、密接に関係しているっていうことなんですよ。で、日本っていうのは、まあ、敗戦国なんで、まあそのね、主人、あの決定権を持っているものが、その米の一部、その軍産複合体が主人としていますが、実はですね、米にもその軍産複合体っていうのがいるんです、それをが動かしてるんですね、アメリカを。 FRB というところを動かしているのもその軍産複合体、まあ、ユダヤとまあ言えばいいのかな、まあ、D の S とか言い方はいろいろあるんですが、まあ、つまりそのまあ軍産複合体っていうふうに言いますで。トランプもバイデンもすべてその軍産複合体の管理下に置かれています。だからトランプがですね、軍産複合体とね、向き合って何か対立しようとしてるとかって言ってますが、全くおかしいんですね。なんでかっていうと、もしもですね、本当にあのトランプが向き合ってるんであれば、 あの耳をかすったものでですねもうとっくになくなってるわけなんですがなくならずにまあ生きてるわけじゃないですかだからそういったところで巧妙な仕掛けをしてると思ってるんですよだからその土台に軍産複合体がおり役者がトランプとバイデンそのように思いますでここら辺が難しいんですがこんな情報があるんですね WEF ・ワ、えールド・エコノミック・フォーラムのメモにですねトランプが丸される、えーまあ、リーダーとかって言うんですが、まあ、これも本当かどうかわからないですね、本当に丸そうと思ったらま丸せますから、えー、丸さない、えーでまあ、こういったまあ混乱をまあ誘発する、そういったものなんじゃないかなと思います。だからこのアメリカを動かしている軍産複合体が今回の,、えー、このトランプの件の、まあねえー、仕掛け人であるということです。 バイデンもトランプもこれ、この軍産複合体のコマに過ぎないんですよ。これ,これがいわゆる両立て構造っていうのの基本だと思っていただければいいんですね。どっちに転がっても、その元である軍産複合体は困らない。だ少し前は、まず一回、トランプにやらして、次はバイデンにやらして、次はトランプにやらせる。多分そういったようにして、自由自在に裏側でコントロールしてんじゃないかと思うんですよ。で あのトランプの自作自演だとかっていうんですがそんなことはないんですよね、えー、そんなことがない理由があ今からお話しすることそしてこのトランプの件を仕組んでいたっていうこともこれ同時にわかるんですよそれがいわゆるアメリカの主人である軍産複合体がやったっていうことですねトランプの件が起こる前にですねある会社がですね、えー、このプットオプションを通じて、えー、なんかものすごい数の えー、もう分かりませんけど、1億2000万株、うん、とかもうね、ちょっと、うん、もう数がなんかよくわからない、なんか難しくてわからなかったんですよ。金額とかっていうのもわからないんですけど、まあ、とにかく、桁違いの株の空売りをしたんですよね、うん。一般人ができない株の空売りです。1億2000万株か、えーね、1200万株か、ちょっとなんだかわからないんですけど。 あのトランプのこの件が起こる前の日に7月12日にこの多額の株の空売りをしたんですよね。で、この某会社っていうのは10億ドルの資産を持っていてそれまでに最大のこのプットオプションになるっていうことなんですよ。これって分かりますよね。トランプの件が起こるって分かってたからこういうことやったんじゃないですか。で、実際に。 トランプはあ、丸されることがありませんでした。まあ、未遂というか、これも仕組んでますけど、だから、ここからして、この件が仕組まれたものであるということは分かるんですよ。仕組まれたものであるっていうのは、別にその個人の犯行ではないということ、組織的なものが後ろで動いて、前から仕組んでいると。だからあまあ、 これが両立構造の難しいところでもあるんですがもしトランプがですね、葉のように言ったら株価がね、下がって巨大な利益を得られると思ってやったのかまあ、何なのかまあそうだと思うんですが、まあ、ちょっとまあ難しい。で同時にですね、まあ、こういった動きを見せることによってトランプはね 敵対対勢力とと立しているとつまりこういったものをやったのは敵対勢力の仕業だと、まあ、そういったことなんじゃないかと、まあ、そういった人々にそういうことを思わせるためだと思うんですよだからトランプも、まあ、バイデンも土台にいるものはその軍産複合体で全く何も変わらないと。 で、こういったこことをですね、こういった演出をすることによってどういう物事を誘発するのかというとトランプが大統領になると日本からその例えば D の S を一掃できるっていうんですができるわけがありません。もうこういった話がよく出てくるんですが全く訳がわからないんですよ。で、 よくね、えー、この混乱するっていうことで、バイデンの背後にこの D の S がいて、えー、D の S の操り人形がバイデンっていうんですが、トランプも同じです。で、トランプは D の S と対立してるとかっていうんですが、そんなことはありません。で、トランプはあね、アメリカンファーストとかっていうんですが、そんなことはありません。トランプっていうのは全く違う。例えばイスラエルとかそういったところに力を入れてるっていうことも分かってるんで。 だから、あのアメリカンファーストと歌ってですね、えー、なんていうのかな、アメリカの国民を、えー、うまく誘導するのが、これがおそらくトランプに与えられた役割なんだと僕は思ってるんですね。だ本当に、えー、トランプがその軍産複合体と対立していたら、とっくの党にもう丸されてるんですよ。で、そういった演出をすることによって、トランプがいい人間であると、例えば日本国民。 にえそういったイメージをね与えることができるとそしてまんまと日本国民そのイメージにえ踊るんですよねトランプが大統領になったら日本の経済政策がぐるっといい方向に変わる変わるわけないでしょなんでトランプが変わったら日本が変わるのさわけがわからないよじゃあ例えばもしもトランプが変わったら日本が変わるって言うじゃないですか日本は今何してるんですか岸田文雄が NATO に接近し続けて ねえどん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 金を渡して、ね、え有事緊張の状態に近づいてるじゃないですかいい方向になんて何も言ってないんですよでよくあのこの政治の話をするとですね日本における在日米軍が日本を守るって言いますが守りません万が一何か台湾で緊張が起きた時にもアメリカはオフショアバランシングって言って守りません自分たちが武器をですねそれこそ軍産複合体武器を売りつけて儲けるっていうそれだけです だから日本というのは何が必要なのかというと西側から脱出してですね、ロ,ロシアとか中国とかと外交する必要があるんですよ。岸田文雄というのはどん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  NATO 側に入っていく西側に入っていくのでまるっきりおかしくなってるじゃないですか。 だからあのこのトランプが正しいっていう人がいるんですが、全く訳が分からないんですよ。じゃあ、トランプが正しかったら、あのそのね、先ほどの,、まあその1億2000万株か何か、そんなものはどうやってやったんですか、もう訳が分かんないじゃないですか。だから、これっいうのは土台にある軍産複合体、まあ、それこそ、まあ、D の S、ないしはネオコンといったものが、巨大企業と結びついて、そういうことをしたと、まあ、そういうふうに考えられるんですね。 で、えー、ものすごく頭のいいことを言ってる方がいたんで、これが多分本当の狙いです。常にアメリカのスタンスっていうのは日本に対して変わりません。アメリカは日本からさまざまなお金と搾取することを考えてるんですね。で、えー、例えばトランプっていうのは口ではそういうことを言いません。アメリカンファーストであるとか、何か知りませんけど、平和とかなんとかって言ってますが、そうではありません。 アメリカのですね、アメリカという自国の軍事費の負担をどんどん減らして、日本の軍事費の割合を上げさせると、なぜなら米国の背後、日本の背後に軍産複合体と同じ主人がいるからです。そういったことを分からないようにしているのが、僕はトランプの役割だと思っています。そして、まんまとその作戦にはまって、ですね、岸田文雄が NATO、そういったところに入っていく。で、今まで通りアメリカはですね、 えーまあ、日本にポンコツの使えないガラクタを売りつける、それを大量に買ったのが安倍晋三であり、岸田文雄,で文雄である、そういうふうに思うと、辻褄が合うんじゃないでしょうか、難しい話ですが。で、トランプはですね、えー、有事に関して終わるとかっていうんですが、ウトロの有事が終わっても、今度は違うところ、パレスチナとか、あるいはですねそ,のそういったところの有事、そういったところでまたアメリカの後ろ側にいるですね軍産複合体が設ける。 えそういいったふうに思いますだから何かっていうとバイデンもトランプも軍産複合体の一員です。で今回のこの件ねトランプの件っていうのはあ茶番でした。ねええー、耳をねえかすったとか耳から血が出たようなふりでしょうね。なんであんなところに犯人があのころこのろこのこ行ってトランプをね、えー、こうあの狙えるのかっておかしいじゃないですか。だからこのアメリカの主人ですよ軍産複合体が関与してるその茶番劇であるので。 当然、その犯人役も何も、シークレットサービスとか警察も動くことができない、手出しができない。つまり、この軍産複合体による茶番劇である。えー、っていうふうに僕は思います。真面目にね。で、あのー、今度はですねえ、僕たち日本国民のことをちょっと考えていこうと思うんで、正直あの言って別にこのトランプの話とかもうどうでもいいんですよ。うん、別にはっきり言って。うん。トランプがどうのこうのじゃないです。僕たち日本国民のことを考えないといけない。 で僕たち日本国民が自国のことを考えないといけない状況下においてですねもうまるっきりもう認識理解が浅いんですよああ、トランプがなんとかしてくれるトランプが D の S を粛清するわけねえだろんするわけねえんだよそんなもんトランプっていうのはあ先ほどお伝えしたように米国のねえ元トップそして今度トップになろうとしてるトランプの後ろには軍産複合体がいるわけですよなんでその軍産複合体が日本からね 撤退するわけがないでしょだからこの日本国民のこの何て言うのかなあ他人任せなこの考え方がもう根本的に間違ってるんですよ。僕前から思ってるんですよね。今度何かの時にまた言ってみようかと思ってこれを言うとですね一部のなんかそうやっておかしなものを信じる人間からね、うん、あのなんか言われるんですけどあの緊急放送で金が降ってくるとかね降ってくるわけねえだろ。 普通に考えればわかるんだよで僕はこれを調べたことがあるんで言いますけどネサラゲサラっていうのはでたらめですからねああネサラゲサラって言って国民をですね何て言うのかな陥れるための一つの手段なんですよネサラゲサラとかホワイトハットとかねだからそういうのをあの真剣に語る人間でもまるっきり分かってませんから目覚めてる、うん、全く目覚めてません何も見えてません だから、皆さんも思った方がいいですよ。別に僕は話が上手くないし、別に詳しいわけじゃないですけど、僕はこの外国の一回文章を調べたことがあるんですよ。そしたら、ホワイトハット、ネサラゲサラ、えなんとか緊急放送はすべてデタだらめあるっていうことが書いてありました。英語で書いたって分かんなかったんで、翻訳文を見たらそういうふうに書いてあったんで、あ、やっぱりなって、うん。来たことないでしょ、ネサラゲサラも。いつまでそんなことに踊,踊らされるんですかなんとか緊急放送も。 ホワイトハットが救うわけないでしょ。これっていうのはだから、軍産複合体の巧妙なデタらめなんですよで。僕はこういうことを真剣に言うとですね、なんか気に入らないと思う人がいるのか分かりませんが、これこそがまさに真実ですからね。僕はあの僕にお伝えできる精一杯のことをお伝えしてるんで。で、こんなこと別にもうはっきり言ってどうだっていいんですよ。トランプだろうがね、バイデンだろうが、ね、そんな、うん、わけわかんないホワイトハットとかね、さらぎさらとか、どうだっていいんだよ。僕たちは何を考えるのかって、日本国民は、 まず、日本国内の経済のことを考える。なぜ岸田文雄はね、えウに多額の金を渡すのか。僕たち、日本国民がとても苦しいわけじゃないですか。その時にそういうことをしてる岸田文雄、内閣総理大臣、自民党っていうのを交代させないといけない。それを考えないといけないんですよ。僕はあの全然それの方が大切な話だと思ってます。そして、あのまあ、僕がね、えー、いつも、まあ、支援というか応援してる、まあ、令和の山本太郎さんですが。 なんで山本太郎さんをまあ応援するか、支援するか、支持するかっていう理由があるんですよ。なぜかっていうと、今日本に必要としているものは大きく2つあるんですよ。憲法を守ること、経済政策をすること、この2点が柱です。この2つの柱を語る人が政治の中枢に入らなければどうにもなりません。 まず、憲法を守らなければ、救条がなくなって、基本的人権がなくなって、緊急事態条項が入ったら有事になります。軍産複合体の思惑に日本も入っていきます。どうにもなりません。有事を回避するために、何としても憲法を守る、阻止する。同時にですね消費税廃止。この消費税廃止に、えーねえー、きちんと言及されてるのは、山本太郎さんしかいないんですよ、令和の山本太郎さん。で、僕はあの令和、山本太郎さん、応援してる、支援してる、支持してるんで言いますけど、 もっと言えばですよ。なぜ山本太郎さんしかこのことを言わない一人じゃ無理だよ。令和の議員が8人で声を上げたって無理だよ。もっとまともな議員が声を上げなかったら本当に日本終わりですよ。なんでこのトランプの件を別にね、僕も調べてますけど、その中で思いましたよ。うん、このアメリカのね、状況とか、まあ、言っていいのか分かんないどうでもいいですよ。僕たち日本国民のことを考えないといけない。日本国民の生活が厳しい。 あるいはね、えー、日本の中小企業の倒産が加速する。それを防ぐには消費税の廃止が必要なんですよ。日本が有事に巻き込まれないためには、憲法改正を絶対阻止しないといけないんですよ。そういうことを国民が考えなければ良くならない。間違ってもトランプがですね、えー、D の S を日本からあどけてくれるどけるわけねえだろ。よく考えれば分かるんですよ。別に難しい話を全くしてないからね。 僕のところにたまに言ってくる人がいて、まあ、悪気はないんでしょうけど、まあ、僕なりに、まあ、そういった人にも気づいていただきたいと思いますし、まあ、リ,リスナーさんもお役に立てればと思ってね、まあ、僕はあのこういったつもりで山本太郎さんを応援してるんですよたまになんでなんですかとかねあの東京都知事選の時にあの、ねえー、僕はずっと蓮舫さんを応援してましたけど考え方がち、ま、違いますねとかっていうことを言われるんですが考え方が違うところはあるんですが根本の部分ではこのように思ってるっていうことで ちょっと思ったことをお話しいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。